はい皆さんこんにちは今日も明日も明後日も実践改め実践系英語 YouTuber の佐賀金社長です今日も元気よくトイックパート5対策の問題やってまいりましょうまだ鼻声は続いています今回扱う問問題題はこちらの問題です 今回は1つだけインテンシファイです。この intensify というのは自動詞・多動詞両方あるんですが多動詞では何々を強めるとかそういう意味なんですね。自動詞では強まるとかね高まるとかそういう意味になるんですね。語源は intense 強烈なという形容詞がありますがそれに ifi がついている形で強烈なものにするというところからこう、ね、激しくなる高まるという意味につながったりするんですね。 戦争前なんかに両国の緊張が高まっているとかねそんな言いますけどもそういう時の高まっているなんていうのは is intensifying って言ったりするんですねはいということで intensify 高まる強まるでした <noise> それではこの問題今日と一番分かりやすく解説を加えるコーナーです The competition in the industry has intensified 空論 companies to be more innovative and efficient こうなってますじゃあ公文見ていきましょうその業界産業における競争が激化してきておりホニゃラら,らとこうなるんですねはいで空欄に入るのはどうやらこの「フォース」という動詞のいろんな形が入りそうですどれでしょうかどの形でしょうかということですよねでこの「フォース」というのは後ろに「目的語プラス」「トゥーフテッシュ」で「 目的用にトゥー「2」を不定し無理やり強制的にさせるというねそういう意味を持つんですがここにコンマがあるのでどうつなげばいいか考える必要があるんですね。はい、もし動詞であればこの辺ですね動詞であればでつながないとダメでしょう、ね、だから「&」も何もなくてコンマだけで動詞とつなげたらおかしくなりますからまず動詞ではない。 原型の動詞ででもないでしょうさあそしたらあとは分子と考えるしかないので過去分詞か現在分詞かということなので、まあ、分子構文とするしかないでしょうね。はいこれであればコンマが来て分子構文というのは全然 OK です。はい、そしたら後ろ見るとちゃんと目的をもトゥー不定子もあるので O も C もありますよね。ということはこれ受け身じゃないので過去分詞が来ることはないでしょう。 はい。ということで、能動の分子なので、現在分子ということになります。はい。これで、企業たち、ね、いろんな企業たちにもっと革新的で、効率的であることを強いていたのであると、ね。強いるのであるということですね。はい。ということで、この場合は分子公文で、現在分子のフォーシングが正解でした。 あそれでは知識が定着するオンの,のコーナーです The competition in the industry has intensified ここでちょっと聞きましょうか Forcing companies to be more innovative and efficient はいじゃあ前から意味確認競争がその産業内の激しくなってきており強いている会社がもっと革新的で効率的になること,をとね。この順番で理解できればもうあなたはネイティブそれでは音読スタート

The competition in the industry has intensified, forcing companies to be more innovative and efficient. The competition in the industry has intensified, forcing companies to be more innovative and efficient.

The competition in the industry has intensified, forcing companies to be more innovative and efficient. The competition in the industry has intensified, forcing companies to be more innovative and efficient. Good job.